ッケー、よしよしよし、これで開いたので、多分あとは、あ、燃える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 、ちょ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 、燃える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 、あ、あ、で、すぐ戻す、すぐ戻さなきゃいけない。で？これで行く？これで行く？おし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 。はん。ちょ、待って、危ない。で、ボールここまで来て、ボールここまで来て、どうすんのこれ。どういう状態今。なるほど。もう自力で上げとけ。はい。で、落ちて、多分、弾が、あれ？え、弾消えたんだけど。あ、入ってないだけだった。何それ。めっちゃ今不安になった。ちゃんと入ってよ、しっかり。頼むよ。オッケー。やっと1個目なんですけど。これちょっと大変、やばそうだな。これちょっとやばそうだな、これ。大丈夫かな？ちょっと不安ですね。残りの制御端末はあと4個。その調子だ、相棒。はーい。ちょっと不安なんですけど、やっと1個なんですけど。せーの。これはまあ、ちょっととりあえず、開けときましょうか。ちゃんと見つかってるやつなので。残りの制御端末はあと3個。よーし、急ごうぜ。急ぎたい気持ちは山々な、あ、乗れない。山々なんだよなぁ。あ！ここか！上だと思ってた。オッケー、3つ目できた。あ？起動してない？あー、これメインか。あ、やっぱ上ですよね。ってなると、じゃあやっぱどっかからまた転がして、で、上に行く感じになるのかな？そういうか、あ、ぶね。怖っ。こういうのちょいちょいありますからね。戻しの、あ、でもそれで上に乗れるから、この目ん玉探せ。目ん玉どこ？あ、いた。見つけた。はい。OK。よし、落ち着いてる。あ、ここにあるんじゃない？あ、ちょうど、魔物がいましたね。三つ目！ OK！ よし、あとはもう全部内部ですね。残りの制御端末はあと2個。うん。もう少しだな。おい。残り2つになったよと。で、多分、ちょっとね、どっかしらから降りなきゃいけないと思うんですよね。ここ真剣ゼミでやったじゃん。ここ真剣ゼミでやったじゃん。あれ？あ、押すのね。おお！そういえば、ふと思い出した。オッケー。残りの制御端末はあと1個。あと1つ。あと1個だ。あと1つ。なるほどね。で、ここはなんか、わあ、いい景色ですね。動画見てる人だと、ちょっと、ここ酔うかもしれないけど、ごめんね。違う。あー、なるほどね。なるほどね。惜しかったね。惜しかった。そういうことか。いや、惜しかったですね。やっぱ炎は青じゃなきゃダメなんですね。で、とりあえず、なんだこれ。なんだこれは。これじゃない。これは傾けますか？よっ。ちょっと強引すぎる。傾けようか、ちゃんと。せーの。はい。ルル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 ーン。で。で。ああ。引っ張り出して。で、この状態で、こうする。うわあ！
わー、流れていったー。で、あ、違う？で、こうか。で、ぬぬぬぬぬぬぬで、こうか。オーケー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 。オーケーオーケー。よし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 。もう完全にみんなの 3D 酔いを盾にして、俺はこのエリアクリアしました。よし、オッケー。制御端末はこれで全部だ。はい。メイン制御装置を起動させられるようになったぜ。オッケー。マップをよく見な。新しく光っている大きな印があるはずだ。了解。そっけど。あ。気を抜くなよ、相棒。ありがとう。ごめんな、話してまして。すまね。よし。じゃあここまで来たので、あとは中央高台に行けばよろしいといったことですね。はい。さあやってきました。よし、2戦目のボス、何でしょう、何が出てくるのかな。この穴が開いたステージで戦うのか。こう難しそうですね。ん？炎ね。あ、そういうこと？炎のカースガノン。なるほど。そういう感じなんだ、今作のボスは。そいつはガノンが作った化け物だ。おう。100年前。俺は不覚を取っちまったが、おめえならきっと。さあ、やっちまいな、相棒。了解。さあ、相手が、相手がどういう、あ、動きしてくるかわかんないんだけど。ただ落ちてこないんですね。届かないの。あっ、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 結構食らうのね。結構食らうのね。そういう攻撃なのね。了解了解了解。ちょっと相手の攻撃しっかり見極めながら行きたいんですけど。あ、外した。ちょっと待って、うぅ、何してくる何してくる何してくる。地上に来てくれない。ちょ、待って。ちょ、届かないんだけど。ちょ、待って。あ、外した。いやーん。今だ、一気に行こうぜ。届かない。届かない。オッケーオッケーオッケー、一秒半分削った。ちょ、届かないんだけど。槍持っててギリギリ届くか届かないかってさ、それ打撃攻撃できないんじゃないの疑惑あるんですけど。さあ、炎に切り替わって、こっからが本番といったところですか。ちょっと一回とりあえず相手の攻撃見定める。どこ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 、なに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 、あ、聞かない。やばいやばいやばい。何してくん何してくん何してくん、全然わかんないんだけど。全然全然、なになに、うわー、大爆発。聞かない。ちょ、待って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 。ね、吸い込んでる、吸い込んでるから、吸い込んでるから、違う。はい。ですよねー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 。ですよ、あ、逃げられた。あれ？これ、勝っちゃったんじゃない？これ。もしや。あ、ちょ、待って、待って。あ、ちょ、待って、やだ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 。
やだやだやだ、熱い熱い熱い、ちょっと待って、一回回復、一回回復、一回回復、回復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 。いや、ちょっと待って、これ勝てるぞ、これ。あ、見つった。だから、届かねえっつってんの。届かねえんだから、無理だっつって。ちょ、爆弾。ちょ、据え。相手バカじゃねえと。弱っ。ちょ、まあ、2回ちょっと被弾しちゃったけど。初見で2回被弾して、これ。なんだこいつ。マジか。マジか。一瞬だったな。さあ、ハートの器ゲットだぜ。ピピカチュウ。んで、このまんまいっちゃう感じで、はい。いいです。大丈夫です。やったな、相棒。おめえのおかげで俺の魂も解放された。ありがとうよ。しかし面目ねえ。俺はハイラルを守ることもできずやられちまって、あげくおめえにえらい苦労をかけてよ。でもよ、ルーダニアもこの通り取り戻せた。これで100年前の仕事だけはきっちり果たせそうだ。俺はこれからこいつを動かしてガノンの野郎を狙いに行くぜ。おめえがあの城で奴と戦うとき、すげえ一発を打ち込んでやる。それから俺の力、ダルケルの守りをおめえにやるよ。魂になった今の俺にはもう使えねえからな。役立ててくれ。忘れるなよ。これからのおめえには俺の守りの力が共にあるってことをな。じゃあ行きな、相棒。姫さんを頼んだぜ。ダルケルかっけー、マジでいいね。ああいう男キャラはやっぱ、あそこまでがっつり、行かれる、取れるね。二つの意味で。いや、一つの意味ですよ。とりあえずこれで、二つ目、突破したわけで。まあ割とね、ルーダニアは、バルッタに比べたら、だいぶ、まあ、中身ちょっと苦戦したけど、でもまあ、なんかボス戦に関してはって感じでした。あともう一つ、このダルケルの守り、あ顔分解されちゃうんです。さあ、とりあえずこれで2発目入ったんで、よし、これでいい。
つでもガノンの野郎に一発かませるぜ。リンクが奴と戦うとき、このルーダニアのどでかい一撃をガノンにお見舞いするって寸法だ。100年ぶりのハイラルか。悪かねえ景色だ。どうやら我がふるさとも健在みてえだな。大厄災の後、ゴロン族はどうなったかね。みんな無事で元気ならいいんだが。本当に悪かねえ景色だ。いやー、いいな。これ一番最後にやりたかったな、このストーリー。いいね。よし、これで英傑ダルケルの守りゲットですね。何？ ZL を押している間、敵の攻撃を受けると自動的、弾くことができる。あ、強よ。マジか。OK。じゃあ、あとはこれで、このシーンに戻ってきたので、おいおいおい、元気か？いや、君、ルーダニアを沈めてくれてありがとう、ゴロ。君がルーダニアの中で何をしてたのか知らないけど、あいつ、すっかりおとなしくなっちゃった、ゴロ。あのね、僕さっき、ルーダニアの上に立つダルケル様を見たんだよ。あれ、幻だったのかな？幻だよ。でもね、なんだか少し、勇気が湧いてきた、ゴロ。な、そうだ。組長に、君のこと話したらついてこいって言われた、ゴロ。組長の命令絶対、ゴロ。早く来る、ゴロ。オッケー。あ、連れてこいか。ついてこいじゃなかったですね。連れてこいですね。了解。いまーす。こんにちは。待たせましたね。おう、あんた、陰謀から聞いてたぜ。あんたすげえな。ルーダリア黙らせたんだって大したもんだぜ。まったく、四つも治ってきて今からルーダリアを潰しに行こうと思ったこの矢先によ。これじゃ俺の警備を圧で使ったみたいじゃねえか。陰謀もどことなくしっかり仕上がって当てるおかげで、それにしても見てみるわ。いいね。真珠バルーダニアもおとなしくなっちまってざまねえな。これでまたデスマウンテンの近くの鉱石を採掘できるってもんだぜ。そうそう、あなた礼をしなきゃな。なんかくれるんですか？よかったら家の中にある宝持ってってくれや。デルケル様が使っていた特別な技物だからきっとあんたの役に立つ。ありがてえ。しかしなんだ。あんたもハイリア人なら知ってるかもしれないけど、100年前のハイリアの英傑様も大麻剣とかで剣持ってたらしいな。そう。どっかの森に眠ると言われるその剣、あんたなら探してみたらどうだ。ほう。森に眠ってるんですか、大麻の剣。フラグ。なるほどね。まあ、とりあえずお宝だけもらっていきましょうか。ここか、これか。よーし。せーの。巨岩砕き。かっすごい。軽々と。人間に使いこなすね、かなりの熟練が必要だと。なるほどね。よし、じゃあこれをじゃあとりあえず手持ちに入れて、じゃあまた別のパート行きたいと思います。次回のパートでお会いしましょう。モッティでした。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。いやー、とうとう来ました。3月18日土曜日、MBS ヤングタウンにて、元モーニング娘。道重さゆみ復帰。道重再生。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。